いやー、みんな大好きジョビさんが帰ってきますね。みんな大好きってどこ調べるんですか？太郎調べ。大体みんなっていう時全然みんなじゃないですよね。タロペディア。99番が帰ってきますよ、 F1 に。なんかハースで FP1 で走る、うん、っていう話。また妄想劇場ですかこれ。いや、どうなんだろうね、うん、なんかもうレーシングスーツ着るのが待ち遠しいよみたいなコメントも出てましたけど、うん、ニックに代わって来年ジョビさんがニック首、うん、だからそこで妄想劇場が出てくるわけですよ。どっちが首なんだみたいなね。でもあの何、今年新人さんを絶対乗せなさいねってルールあるでしょ、はい、ジョビさんは新人さんじゃない、ね、はい、あれハースってもう乗っけたんだっけ誰か。いえ、じゃあそのルールには適合してないってこと、はい、じゃあさらに2時間明け渡さなきゃいけないってこと誰かに、はい、じゃあそれでもジョビさんを乗せるってことはこれはやっぱりなんかあるってことですね。なんかまあまあ、うん、あるんでしょうね。なかったら乗せないですよね、うん、わざわざ。これはやっぱりじゃあどっちかバイバイってこと。どっちかっていうか、まあジョビさんがバイバイなんだらわざわざ乗せないですからね、うん、ミックがピークってことじゃないですか。あ、マグヌステンはマグヌステンで、まあ、別にちょっと前マグルすぎだから。マグルポイントがもう ねんだよみたいな。マグリポイント12点いっちゃった、うん、2年契約しちゃったけど、まあこの世界契約は合ってないようなもんだからなみたいな。何回マグったら破棄とかあるかも。12点いったらメンテ。そう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 。なんかこうそういうプレッシャーの意味も込めて、でも多分ドライバーからしたらなんでジョビって思ってると思うんだよね。うん、僕には契約があるって聞いてもないのに言い始めて、なんでジョビさん乗ったみたいな。で、僕には契約があるってミックは言えないんだよね。確かに契約ないですからね。フェラーリとの契約はあるけどファーストの契約はないですからね。何これちょっと心配じゃない。いやこれ本当 ぶっちゃけどそれは何、あの本音編で言いたい感じ。いやまあ別に普通に。いや、あのジョビさんが練習するために乗るっていうだけじゃないですか、うん、まあ、あのフェラーリからも発表してるし、うん、ハースからも発表してるし、うん、ハース側もフェラーリからの要請に応じて乗せますっていうことを明確に言ってるじゃないですか。あ、ハースの希望として乗せてるということじゃなくて、あ、そういうこと、ね、フェラーリのジョビさん、うん、このうちの子を乗せてやってくれませんかで、ああ、じゃあ分かりましたよ、いくら払うならねで、まあ、実際払って乗せてるはずですけど、うん、あ、そういうことね。まあ、払うというか、まあ、実際には PU の代金安くするとかね、だからファクトリーの使用料金安くするとかで相殺してですけど、まあ、でもフェラーリとしてはジョビさんを乗せたい、フリー走行を乗せたい、うん、モンザとオースティンで乗せたいっていうのは、うん、じゃあなぜかっていうと、うん、やっぱり実車に乗っといてもらいたいからですね。一応あのジョビさんフェラーリのリザーブ一応って言っちゃってますけど、一応リザーブドライバーですし、まあ暇してるってことはつまりシミュレーター乗ってもらって、まあ開発とかセッティングとかいろいろやってもらわなきゃいけないんで、常にレギュラードライバーがやれるとは限らないから、まあなんならね、レース週末金曜日にやってもらったりとかするわけで、それを実車に一回も乗ったことない人がやるよりは、まあ、今年の車こうだよね。もちろん、うん、去年までの車だったらジョビさんは知ってるから、こういう感じって言えるけど、今年の車はガラッと変わった中で、その実車には乗ってないわけで、まあ、そこは乗っときたいっていう、まあ、だからあのアルファロメオにおけるクビツァオジと同じような、クビツァオジもまあ一応スポンサーが払ってるんで、スポンサーの手前その乗せなきゃっていうのももちろんあるんですけど、あのまあ一応シミュレーターとかねやってるんで、そうやっぱ実車を知ってる人がやるのと知らないでやるのとやっぱ違うっていう。ああ、そうか。全然特に今年やっぱガラチャにしてるから、知らない人が乗るとこんな感じになっちゃうってことね。はいはいはい。知ってる人はね、シミュレーターでこういう動きしたら、あ、実車という時のああいう時の感じだよなっていうのは分かるから、そこが知ってると知らないじゃ全然違うってことですよね。なるほど。まあ、それでなかなかの走りを披露すると、レギュラードライバーにもちょっとプレッシャーになって、まあそこはあんまり考えてない、うん、あ、考えてない、うん、まあハースとしたら逆にそのレギュラードライバーにプレッシャーなんかいらんっていう話でしょうしね。まあ、でもミックさんが、まあ仮にジョビさんとかと両方フェラーリドライバーだから、ハースさん的には困らないでしょ、うん、まあでもミックの方がいいでしょう、そりゃ、うん、まあジョビさん地味だからね。うん、まあ
もちろんじゃあジョビさんを来年ハースのレギュラーにして、うん、ミックをリザーブでシミュレーターやらせてっていう可能性なくはないですけど、うん、それやって得しますっていう話で、確かに誰も得しない、ね、そうなんですよ、うん、フェラーリはやっぱミックを将来のスターにしたくて少しずつ無理せずに育ててるわけで、うん、だからそこはあの揺らいでないんだよね。そうそうそう、実際にはそこ何も変わってないんですよ、うんうん、だからこうミスリードをしようとする人がいるから今おかしくなってるだけで、まあ単純に言うとラルフシューマハなんですけど、うん、ねえ、ラルフが黙っとけば身内だぞお前っていうね。別にね、あのイギリスで初入賞して以降はミックの方が全然速い走りしてるんで全然問題ないと思いますけどね、うん、逆でしょって、あそこから崩れてるんだったら、うん、おいおいってね、来年シート危ういぞってなるんですけど、良くなってる人に来年シート危ういぞって言ってもおかしいでしょ。こうミクもうちょっとなんかおじさん勘弁してくださいよっていうような仲じゃないのかな。育ちがいいから言わないし、なんかちょっと周りくどくなっちゃうんだね、うん、おじさんもなんか親戚の中であのおじさんちょっとめんどくさいよねみたいなポジションになっちゃってるかもしれないしまた言ってるよあのおじさんみたいなもうあんたやめてあげなさいよみたいな、もうミクちゃん困ってんじゃないのみたいな。まあ、ラルフはラルフで息子がレースやってるから余計それもあるでしょうしね。あ、自分の息子もね、うんうん、まあ、ちょっといまいちパッとしてないですけど、でもまだ彼の息子さんは S3 ですからね、うん、ね、まだ先の話なんだから、まあまあ、なのでフェラーリとしてはもちろん今回フェラーリの意向で乗せたっていうのは、まあ基本的にはシミュレーターとかテストのためにジョビさんに車はちゃんと勉強しといてね、しんどいてねっていうことですよね。だからまあモンツァっていうちょっと特殊なサーキットと、まあサーキットオブジアメリカズみたいな、まあかなりそのいろんなコースの特性をこう反映させたサーキットっていうのはまあ学ぶことが多いでしょうからね、学べる範囲が広いから、まあちょうどいいじゃないですかね。まあ、そういうことね。じゃあミックファンの方は安心して大丈夫ってことだね。まあ、100% 安心ではないかもしれないですけど、ね、あのじゃあなんでフェラーリのリザーブでフェラーリのシミュレーターやるのになんでハースやねんと、フェラーリの車に乗せたらええんちゃうんかいと。本当だったらね、ジョビさんはフェラーリの車に FP1 出ればいいんですけど、まあでもフェラーリのねそこまでじゃないっていうから、ね、どっちに言うみたいなねで、まあ、できないですよね。チャンピオン争いしてるし、まあ、黙っといてもそのシュワルツマンがこの後1回ずつ乗るわけですから、まあね、新人乗せるのはもうルールだからね。前半戦はできなかったけど、まあ、後半戦どっかでやるわけで、まあ、それに加えてもう一発ジョビさんが乗られちゃったら困っちゃうね。その辺がね、フェラーリワークスでやるわけにいかないんで、まあ、言うてあのセミワークスですからハースは、ね、アルファロメオだと車も全然違っちゃうけど、ハースは、まあ、ある程度似たような方向性の車だし、ね、まあ、BU もちろん同じだし、ね、なので、まあ、ジョビさんが走ると。なるほど、ハースで走ると、まあ、それは結果的にシミュレーターでの作業の正確性が上がるわけだから、最終的にはフェラーリの得になるわけですよね、チームとしての。まあ、もしかしたらだからハンガリーでね、タイヤのパフォーマンスが思ったより良くなかった、ペースが思ったより悪かったっていうのが、まあ、ジョビさんのシミュレーターの作業が悪かったせいかもしれないです。あ、俺たち言われてますけど、実はジョビさんのせいだったかもしれない。あ、そういうことね。あの現車を知らないからね、今年の。そういう足りないよねと思ってる部分を良くしていくのはもちろん必要ですからね。FP1 で1時間乗ってハースの役に立つってことはあるの？ハースの役にも立つんじゃないですかね。マグヌッセンが速いと思ってるけど本当は、うん、車の 90% くらいしか使えてない可能性もあるし、なるほどなるほど、ね、ミックが遅いと思ってるけど実は 100% にかなり近いところで、ジョビさんが乗ったら 85% くらいしか引き出せないかもしれないし、それは全然分かんないですよね。比較対象が増えるってことか、うんうん、じゃあ、まあ、ジョビさんの走りをねちょっと皆さんご覧いただいて、だから FP1 モンツァの FP1 だから録画し忘れたら見れなかったね。決勝レースにいないからね。あれ、ジョビさんモンツァ乗るんじゃないのみたいな。ピットウォールにはいますよ、きっと。まあ、だからジョビさんもジョビさんで、いわゆる、まあ、ステディーな堅実な走りをちゃんとやって、うん、チームに対するフィードバックもしっかりできてれば、うん、全然あやっぱりジョビだねってなるし、うんうん、なんかマグヌセンと言ってること全然違うんだけどとか、ミックと言ってること全然違うんだけどってなると、うん、こいつにシミュレーター任せるのはやばくねってなるし、あ、そういうことね。それこそフェラーリの育成の中でシュワルツマンがいて、うん、でまあ、下はまだそんなには今いないですけど F2 には、うん、でも、まあ、ルクレールの弟とかいるわけで、はいはい、
まあ、ジョビさんを残しておく必要もないよねみたいになっちゃうかもしれないし、あじゃあジョビさんでしっかりやんなきゃいけない F1 方向に行くのか、それともそのルマンのねウェックの方に行くのかっていうのもあるだろうし、フェラーリの育成の中でジョビさんの位置づけを、うん、ちょっと今ジョビさん中途半端なポジションになっちゃってるんで、それをどうするかっていうのもあるでしょうしね。うん、やっぱり運転上手なんだねってなるかもしれないし、ね、はいはいはい、ジョビさんが結局いい、まあ、いいドライバーって言ったら語弊があるけど、そのいいのか悪いのか分からないままいなくなっちゃったからね、まあうんまあ、なんかフェラーリとしてもよく分からない、まあ、あれフォーミュラー E は丸1年フル参戦したんだろうね。フル参戦したけどノーポイントで最後骨折して終わったんですよね韓国でそうそう最後はそうなんだ、ポイント取れてないんだ。あじゃあちょっと、まあ、チームもまあちょっといまいちだったと思いますけど、うん、まあ、でもノーポイントはちょっとダメだね。その前の年もだいぶいまいちだったチームですからね、はいはいはい、しょうがないとは思うんですけど。あそういうことね、うん、で GP2 の時はガスリーとチャンピオン争いしたわけですから初年度で、まあ、だからお金とかっていうのは全くジョビさんはスポンサーないんで、うん、そのお金云々というよりはもう純粋にフェラーリのリクエストでっていうことですよ、ね、うん、まあ、ミックがクビになるにもジョビさんがクビになる もうフェラーリの全てフェラーリ次第と。なるほどなるほど、そういうことね、はい、ということで、ジョビさん大好きな方はね、お見逃しのないようにしていただければと思います、ね、ありがとうございます